こんにちは、ふみです。本日はですね、今日の12時から始まっております8人サクッと対戦の10周年記念カップやっていきたいと思います。いや、もう3月になりましたね。で、新しいイベントダンジョンなんですけども、今回は10周年記念ということで結構報酬が豪華ですね、いつもより。はい、こんな感じ。イベントポイントの報酬が一覧ですね、これが。で、魔法石はいつもの通り、6と3と1なので10個ですね。結構小刻みに、50刻みとかで原画紙の、なんだ、進化素材がもらえるので、これも結構美味しいですね。で、カラフルパレットももらえて、で EP900 で開催記念の原画紙確定ガチャ、これは熱い熱いねはい、がありまして、イベントメダル虹ももらえて、まあ、2000でめっちゃコインがもらえるな、100億コインだって。なので、まあ、いつもの通りね、 EP2000 までは、必ずやりましょうっていう感じですね。1ヶ月ありますけど、まあ、早めに終わらせといた方が後々楽かな、いつもの通り。はい、ということでやっていきましょう。今回はあのワルリンとかね、リン系が全部詰め込まれているんですけど、消し方ボーナスがですね、2ウェイが6倍、L 字が2倍、十字が2倍なんで、で結構ね、10フロアあって結構時間がギリギリなので、まあ、十字に関してはもう無理ですね。はい、無理です。クリアできなくなっちゃうから、まあ、無理で、まあ、L 字もね、そんなに意識しない方がいいかなっていうことで、まあ、2ウェイですかね、基本2ウェイで組んで、ボーナス300点ですけどね、それでも狙っていくという感じになります。で、まあ、さっきも言った通り10フロアあって制限時間180秒なので、私がねやった感じ、私のぐらいのパズル力だと全然タイムアップもありますので、まあ、なるべく早く組めない方は平積みで速度を狙っていってもいいのかなと思います。という感じでやっていきましょう。今ね EP がね820とかで、もうすぐ原画紙ガチャが引けるので、それもこの動画内でやっていきたいと思います。よーし、いくぞ。私はね、2ウェイ組むの苦手なんだなってね、気づいた、このカップで。本当に。なんかすごい苦手かもしれん。あー、ずれた。斜めが入らないしな。で、基本こういう感じの2ウェイをひたすら組んでいくっていうだけなんですけど、なんだろうね、むずいね。むずいはむずいね。まあ、単純だけど、やっぱりまあさっきも言った通り結構時間が危ういんですよ。時間がね。おうおうおう、はい。まあ、組めない時は組めないでいいんじゃないかな、2ウェイ。あんまり遅くなってもな、ゴールできないしっていう。いやー、むずい。2ウェイマジむずいんですけど。マジむずいんですけど。で、まあ敵は硬くないんですけど、9回、10回が、ちょっと2パンしづらいなっていうイメージですね。はい。9回、10回が、まあ盤面によって抜けない可能性があるっていう感じかな。まあでもこれ落ち込んなしなので、もう盤面の運だけどね。盤面にそのなんだ苦手属性のドロップがいっぱいあれば9回10回もワンパンできるかもしれんけど、私の感覚だと8割9割型スーパンむずいっていう感じでした。はい、まあ、だから1回から8回まではまあ、ちょっと組み損ねても突破できるっていう感じかな。あー、変な風に組んじゃった。光が組めんかった。もう2ウェイ綺麗に組むのめっちゃむずい。
めちゃむずい。ここですね。ここがちょっと硬い。で、相手が火なので、水がね、2コンボとかあれば多分抜けるんだけど、これは残るんじゃないか。ほら。ほら。ほら、ほら。しかもね、全然追尾組めてないですね。はい。まあまあまあ。これはね、多分間に合わない。ボスもね、多分ね、無理ですね、これは。だって盤面に闇がないんだもん。盤面に闇なしでワンパンは絶対無理で、あと5秒。いや、結構ギリギリだね。早い時はね、10秒ぐらい残るんだけどな。みんなタイムアップですね。あ、14万で1位スタートですけど、多分何にも取ってない気がする。何にも取ってないと思うわ。そうですよね。ありがとう。はい、ということでもう一回だけやって、報酬のなんだっけ、原画紙確定ガチャ引いて終わろうかな。いや、このカップむずいよ。なんかゴールできないとさ、悔しくない？そりゃそう、そりゃそうだ。なんか1位取れてもゴールできないとなんか嫌だ。嫌な感じしない？はい、謎に、落ち込んじゃない、落としを決めていく。よーし、気合を入れるんだ。気合を入れろ。しょっぱな組み方間違えたわ。そうだな、ちょっと盤面運が、落ち込んがない分盤面運が絡んでくる。落ち込んあるときは落ち込ん運が絡んできて、落ち込んがないときは盤面運ですから、まあ結局運要素あるよね、8択はね。仕方ないけど。よーよっ、よしよし。いや、でも全然取れてないな。あ、取れて、最大ダメージ取れた。このカップはずーっと多分みんなも常にやってるから、結構なんだろう、その特殊ゲシボーナスの行き来が激しい気がする。よし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 、組めない。いや、綺麗に組めないのよ。ほら、奪われた。奪われて、奪って、奪われて、奪って。いや、もう一個常に組めたんだよな。こういうのを瞬時に判断できる人、マジですごいと思う。ちょっと待って。はい。問題はこの後からですね。いくぜ。そう、水が2コンボあるから抜け。2コンボの7コンボだったらいけんじゃないか。いけないんだ。みんな2コンボあってもいけなかったわ。そういう感じね。オッケー。あー、25秒か。ちょっと微妙ですね。頑張ろう。頑張れ頑張れ。急げ急げ。謎の落としを組んでいく。いや、これワンパン無理だな。あ、いけんだ。いけんだ。はい、ということで、何位なんだい？何位なんだい？お、15万4000、いいよ。悪くない。お、1位スタート。スタートだけは1位。すぐ抜かされていく。あー、強い。あー、転落。まあ、でも EP がね、920いったんで、もう、一旦ね、立ち回りというかは終わりにして、報酬の開催記念、原画紙確定ガチャ引きたいと思います。私は結構もう原画紙に関しては、
実望でして、まあいろいろね意見はありましたけど、サイレアがね出てないんですよ。なのでここでもうサイレアのアトリを引きに行くよ。私はレンとクロエが被ったらもう泣いちゃう。いやーこれアトリ出たら激アツ。アトリマジで強いです。アトリマジで強いです。皆さんせーの、はい、アトリ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 、お願いお願いお願い、